皆さん新年おめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。私からは1点、ございます。明日1月9日横浜市立北山田小学校、国立大学法人筑波大学附属栗浜特別支援学校、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所、国立研究開発法人海洋研究開発機構を視察をする予定です。横浜市立北山田小学校では学校における働き方改革について積極的な取り組みを行っており、今後働き方改革の取り組みを一層推進していく上で、ぜひ参考にしたいと考えております。栗浜特別支援学校では知的障害を伴う自閉症のある幼児児童への教育や教育課程の改善に関する研究、国立特別支援教育総合研究所では特別支援教育の専門的な研究研修を実施しており、一人一人の教育的ニーズに応じた特別支援教育の推進に向けて関係者と意見交換をしていきたいと考えております。海洋研究開発機構では特に同機構の保有する船舶、また探査機の視察や研究者との意見交換を通じて地球環境や海洋由来の自然災害にかかる研究開発の現状と課題を把握し、来年度からの中長期目標を策定する上で参考にしていきたいと考えております。今回の視察の結果につきましては、学校における働き方改革や特別支援教育および海洋分野の研究開発の推進に向けた施策のこれからの展開にぜひ生かしていきたいと考えております。私の方からは以上です。管理者の伊藤新聞です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。最初に2点お願いいたします。まず年も改まりましたので、新年に向けた抱負についてお聞かせいただけますでしょうか。はい。昨年10月に文部科学大臣に就任をいたしまして、この間全力疾走をしてきたと思っております。そのような中で種をまいてきたさまざまな取り組みが今年は大きく芽を伸ばし、そして成果を出す、そんな1年になればよいなというように思っております。まず何といっても幹部職員の逮捕起訴事案などによって損なわれた文部科学省に対する国民の信頼を一刻も早く取り戻すことが大変重要であると考えています。昨年末、文部科学省未来検討タスクフォースから司法改革に関する提言をいただいたところでありまして、この意欲ある提言をしっかりと受け止めながらですね、文部科学省創生実行本部において私自身が先頭に立って、また私の思いやアイデアなども織り交ぜて新生文部科学省の創生に向けてしっかりと取り組んでまいりたいと考えています。政策面については人づくり革命、生産性革命をはじめ我が国の未来にとって極めて重要な課題が山積している中、一時の遅滞もなく文部科学行政を進めることが極めて引き続き重要だと考えております。私としてはまず大学改革と一体となった科学技術イノベーションシステムの改革、これを加速すること、そして昨年発表させていただいた新時代の学びを支える先端技術の活用、いわゆる芝山学びの革新プラン、またもう目前に迫っておりますラグビーワールドカップ2019や2020年東京オリンピックパラリンピック競技大会等の成功に向けた取り組みの加速、スポーツインテグリティの確保、日本博をはじめとする文化プログラムの全国各地での展開、こういった諸施策に全力で取り組んでいきたいと考えております。2点目です。昨年末に迫ったところまで東京医大の関連のお話がありましたけれども、はい、もうセンター入試の目前に迫っておりまして、で出願を締め切る、出願の締め切りも、もう間もなくという学校もあるところなんですが、
昨年末発表されました文科省の募集人員減への臨時的措置というものを活用しないと、活用するかどうかまだ検討中という大学もあり、その各大学に向けた大臣のご理解をお願いいたします。はい、今のご指摘の事案ですけれども、文部科学省としては受験生の不安を少しでも緩和するよう、そしてスピード感を持って取り組むということが何よりも重要だと考えております。12月26日の第一報以降、不適切な事案の自主的公表を行った旧大学の相談窓口等の開設や第三者委員会による調査検証等の対応方針などにつきましてはですね、文部科学省のホームページに随時更新をし、現在第3報まで、1月4日時点のですね、第3報まで、掲載をさせていただいております。で、今ご説明があったその、救済方針なんですけれども、これまで5大学において、不利益を被った受験者の、救済方針が、示されております。これは各大学のホームページにも、掲載がされております。対応方針などがまだ示されていない一部の大学もあることは事実であります。引き続き、とにかく可及的速やかに対応するよう求めていくとともに、文部科学省のホームページの情報を随時更新して情報提供に努めていきたいと考えております。なお、昨年末にコメントさせていただいた聖マリアンナ医科大学につきましては、内部調査を行うということは聞いておりますけれども、文部科学省といたしましては、あくまで中立公正な立場から事実関係の速やかな調査が行われることが必要だと考えておりまして、引き続き適切な対応を大学に強く求めてまいります。以上です。どうぞ。朝日新聞の松谷です。さっきも出ましたが、東京医科大が先月29日の夜にですね、はい、第三者委員会最終発表しました。我々もまだ知らないかった話が、入試問題漏洩の疑惑であるとか、もろもろいろいろ入ってきたんですけれども、これに対して何か文科省としてどういう対応を取るのか教えてください。はい、おっしゃった昨年末公表された学校法人東京医科大学第三者委員会の調査報告書において、さまざまな問題が指摘をされております。入試における個別調整と東京医科大学の寄付金との間に何らかの可能性があったというですね、こういった可能性も指摘をされております。入学に関する寄付金については平成14年の通知において明確に禁止をされているものでありまして、指摘をされている内容が事実であるとすれば、大学入学者選抜の信頼を大きく害するものであり、大変遺憾です。文部科学省としては大学において事実関係を明らかにした上で原因究明や再発防止に取り組むことが必要であると考えており、その旨東京医大に対しても指導をしているところであります。また先ほど、ご指摘があった、第三者に対するその問題の漏洩、ということもありました。指摘されている内容が事実であるとすれば、これまた大学入学者選抜の信頼を大きく害するものであります。いずれにいたしましても、これらの問題も含めてですね、大学において事実関係を、とにかくしっかりと明らかにした上でですね、その背景、また原因の究明、再発防止に取り組むこと、こういったことをですね、東京医大に対してしっかりと指導していくということが肝要だと思っております。関連で、文科省が新たに、はい、もう一回報告をちゃんとし直せというような、はい、要求をしたような記事もあったんですけど、はい、そういう事実はあるんでしょうか。はい、もちろんそうです。どうぞ。共同通信の動画です。今の関係なんですけども、報告書の中では、国会議員からの自由が確保になったというような結果が出ていますが、そのことについて大臣どのように受け止めていますか。はい、今国会議員の、というか全、議員のですね、特定の受験生の、合格依頼ということが、
第三者委員会の調査報告書に、まあ、記載をされていたということは承知しております。国会議員等の公的な立場にあるものだけでなく、教職員や同窓生などすべての関係者が入学者選抜の公正性を害するような働きかけを行うことは現に慎むべきだと考えております。で、大学側もですね、 OB あるいは、働きかけをした方の地位に関わることなく毅然とした態度で応じていただき、入学者選抜の公正性を確保していくことが必要であると考えております。文部科学省としては大学において、まあ、こうした事実関係をきちんと説明をしていただくということが大事だと思っておりますし、先ほど来繰り返し申し上げている通り、原因の究明や再発防止に取り組むよう我々としても指導していきたいと考えております。読売新聞小林です。聖マリアンナ医科大についてなんですが、はい、先ほど引き続き適切な対応を求めていきたいというお話があったんですが、現状の内部調査は適切な対応ではないというご認識なんでしょうか。昨年も申し上げた通り、内部調査を実施することを否定するものではありません。ただその調査のですね、やはり外形的な、公正性信頼確保という観点からも、やはり、公正中立な立場から、事実関係を、詳細客観的に、調査をするということが大切だと、昨年というかもうこの問題が発覚した当初から、そのように我々訴えているところでありますし、それに対して当初そういった意向がないということを、答えられたときにも、遺憾の意を表明をさせていただきましたけれども、とにかくしっかりとですね、迅速に対応していきたいと、引き続き働きかけていきたいと思います。あと1問でお願いします。よろしいでしょうか。本年もよろしくお願いいたします。